被害者の皆さんたちへの十分な救済と、そして核兵器禁止条約、日本批准すべきではないでしょうか。どうですか皆さん。これについて自民党は全く後ろ向きです。核の傘、核抑止論、これ討論番組でやりました。石破さん、核の抑止論ってまだ言ってるんですよ。でも皆さんどうですか。核の抑止論なんて言ったら全ての国が核を持つことを止められないじゃないですか。核の抑止論ではなくて、核の威嚇ではなくて、核兵器の廃絶をやるべきだ。それがまさに核兵器禁止条約の趣旨ではないでしょうか。皆さんどうですか。それを理解してないですよ。理解してないですよ。核の抑止論なんて言ったら、全ての国が核兵器を持ち威嚇することを止められないじゃないですか。長崎の皆さん、私たちは核抑止論ではなくって、まさに核廃絶のために政治をガンガン動かしていきたいと思いますが、皆さんどうですか。核兵器禁止しないとダメですよ。核兵器禁止条約批准しなければならないですよ。でも皆さん、石破さんはまさに総裁選の最中に核共有論と言いました。核共有論ですよ。おかしいですよ。持たない、持ち込ませない、使わない、それなんで核共有論なんですか。ありえないと思いますが、長崎の皆さんどうですか。